こんにちは今日日本の教科書でまあ日本のほとんどの教科書で紹介されていないフランスの基本のフランス語を紹介したいと思います今日は COM ですね COM の勉強 COM を使って質問ができます、まあ、簡単に言いますと COM はケールにあたりますただケールは紹介しましたけれども ラは3つの形があって性別によって変わります。コムは変わらないから非常に簡単と思います。じゃあわずかの例を紹介します。そしてどうして、まあ、教えられてないかということを少し紹介したいと思います。ちゅ m えむ quoi? 君は好きですね。t ちゅうえむ quoi?、Comme、dessert デザートは何が好きですか <Comme> dessert. いいですねどういう。どのデザート、どういうデザートが好きですかまあ、チュエムコは何が好きですね。だけど、comme コ s デセルでデザートの中で何が好きですかというのがまあ結構使われていると思います。しかし、これは親しい人に使っています。チュ m e コはコ s デセルは、しかし、しうんうん、親しい言い方ですね。 なぜかと言いますと、まあそうですね、quoi があって、で、comme dessert。quel dessert ではなくて、まあ quel にしますと、こうなりますね。Tu aime、多分学校とかですねあの教科書で見てきたのが、あの、tu aime quel dessert。それはもちろん大丈夫ですね。Qu aime quel dessert。 どちらでも構わないけれども、トゥも怖くアカム・デセアは結構使われています。もう少し丁寧な言い方にしたいんあれば、まあ、丁寧まで,ではないけれども、もう少し普通の話し方ですね、友達ではなくて。だったら、うーあ、ケスクですね、ケスクを使ったら、もう少し丁寧。ケスク、で、それよりもウーが大事ですね、ケスクウウゼメ。 ケスケメムでどういうデザートが好きですかケスケーメ日本で海外って行ったらまあ、ね、特に日本という気がしますけれどもで紹介されていない新しい文法がありましてだからまフランス語の教科書を使った方がいいと思います。まあ、デメリットとしては 日本語が書かれてないことは少し残念だけれども、まあ、言語は生きてますので、一番最新の言語を覚えた方がいいかなと思います。で、みんな見たことあるとですねあの、デザートを何にしますかとかですねあの、レストランとかですね、その場合はあの日本の教科書でも出てると思います。例えば、ケスクウォプ e コムデセ e ケス。

その場合もちろん丁寧ですね。ので今日は COM, com であのケールの代わりに COM が使えましょうという紹介でした。COM の説明を他の教科書で見た場合は是非教えてください。コメントに書いてください。まだ登録してない方は是非登録をしてください。フランスはでした。それでは Au revoir。